日本は広い領海を持つ国で、防衛の観点からも他の国とは違う状況に置かれています。潜水艦隊を22隻体制へ、ようやく体制を整えた海上自衛隊にさらなる最新鋭潜水艦が続々と就役しています。今回はそんな潜水艦の知られざる性能を詳しく見ていきますね。ステルス性に優れた潜水艦ボディ設計は画期的とも言われていますし、やはりリチウムイオン電池搭載で機動力3倍とも4倍とも言われて、海上自衛隊でも探すことが不可能なくらい見つけることが不可能。中国にロシアが日本に手を出すなと忠告したとかしないとか。国土の周囲を広い領海と排他的経済水域に囲まれた日本において、防衛力という観点から非常に重要な位置を占めるのが陸海空の3自衛隊の中でも海上自衛隊であることは、その地理的な要因からも異論はないだろう。そんな海上自衛隊の装備品の数量は、かつては防衛計画の大綱と呼ばれ、2022年末からは国家防衛戦略と名称が変更された文書によって規定されており、5年という中期単位でそれに基づいた整備が実施されている。2024年現在の海上自衛隊のそうした装備品の数量は、2019年度に設定された最後の防衛計画の大綱から大きな変更はなく、護衛艦が54隻、潜水艦が22隻、哨戒艦が12隻、作戦用航空機が約190機という設定がなされている。日本を取り巻く安全保障環境は、海を挟んで、ロシア、北朝鮮、中国といった国々と対峙する状況が長らく続いているが、ことに、近年は、中国の海洋進出が目覚ましく、最大の仮想敵国となっていることも周知の事実であろう。近年の中国は、南シナ海の大半を、自国の領海と一方的に主張し、人工島に軍事施設等を建設して、周辺国との圧力を強め、また、東シナ海においても、台湾を自国の一部と見さし、日本の尖閣諸島周辺にも進出を強めている。そうした状況下で、日本の海上自衛隊は、先に挙げた護衛艦が54隻、潜水艦が22隻、哨戒艦が12隻、作戦用航空機が約190機という主要な装備品を持って中国の脅威に対峙しているが、その中でも中核をなすのはやはり潜水艦隊だろう。今や戦闘機の分野では航空自衛隊も調達を進めているロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2が、そのステルス性能の高さから西側のアメリカの同盟国や友好国の標準的な装備となりつつある状況だ。この F-35 ライトニング2がここまで普及を見せている背景には、従来のいわゆる第4世代戦闘機までと根本的に異なり、敵の防空網に察知される可能性を著しく低め、一方的に敵に対して攻撃を行うことが期待させている点が大きい。潜水艦はすでに第一次世界大戦時に投入され、1世紀以上の歴史を誇る装備品ではあるが、海中に潜むというその特性は、現代でも究極のステルス兵器といえる存在で、敵艦隊の動きを大きく制限する役割を担っている。日本の海上自衛隊では、この潜水艦隊を22隻体制とすること国家防衛戦略に基づいて進めていることは前述した通りだが、実際にこの体制を構築できたのは、2年前の2022年3月が初めてであり、最新鋭の太平洋型の一番艦で、ネームシップの太平洋の就役によるものだった。そこでは、最も古い前々級の親潮型を9隻、前級の総流型を12隻、最新鋭の太平洋型を1隻によって、22隻の潜水艦隊を構築するに至ったが、同体制が2011年度の防衛計画の大綱で打ち出されて、実に、11年の歳月を経た後であった。そして、近年の海上自衛隊では、毎年1隻の潜水艦を就役させるサイクルを維持しているため、今年2024年3月には、最新鋭の太平洋型の4番艦である、神鋭も就役を果たし、親潮型7隻、総流型12隻、太平洋型3隻で22隻体制を堅持している。
現時点では、最も旧式な前々級の親潮型が、最新鋭の体現位型の増加に伴い、22隻枠の実戦配備を外れるというのが、このところ繰り返されている状況ではあるが、今年2024年は、若干、この動きに、イレギュラーな要素が反映されている。本来であれば、体現位型4番艦の陣営の収益をもって、親潮型6隻、双竜型12隻、体現位型4隻となるのが妥当なはずだが、今回は、体現位型の1番艦で、ネームシップの体現位が外れ、親潮型が7隻残された状態となった。これは、従来までの海上自衛隊では、実戦配備中の潜水艦が持ち回りで行っていた試験潜水艦という役割を、体現位が専属で従事することとなったためで、22隻体制を維持しつつ、先の新型潜水艦の開発にも注力しようという考えの表れなのだろう。何にせよ、潜水艦22隻体制を堅持し得る体制強化が図れているからこそ、今回のような体制を敷いたと考えられ、従来までと比較すれば、ある意味少し贅沢な環境で、潜水艦隊の維持と、今後に向けての開発体制が整えられたと見るべきではなかろうか。そんな状況の海上自衛隊の潜水艦隊であるが、最新鋭の体現位型は、基準排水量が3000トン、満載排水量が推定4300トン以上、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルとなっており、通常動力型潜水艦としては、世界でも最大規模の大きさと言ってよい。体現位型は、この船体に、ディーゼル機関2機と発電機、それに、リチウムイオン蓄電池を搭載する形式のディーゼルエレクトリック方式の機関部を持ち、水中の最大速力は20ノットほどと推定されており、親潮型や双竜型に比して、大きく速度が増したわけではない。だが、この機関構成を、開始した双竜型の最終の11番艦、12番艦と比べれば、当初より、リチウムイオン蓄電池の搭載を前提に設計されていることもあり、連続潜航可能時間は伸び、それに従って、作戦行動範囲も大きく広がったと目されている。そう、竜型の最終の11番艦、12番艦が就役した当時は、通常動力型潜水艦としては、リチウムイオン蓄電池を搭載する量産型の潜水艦としては、世界初であるとして注目を集めたが、世界的な通常動力型潜水艦の機関のトレンドは非待機依存推進にあったようにも思えた。それから時間が経過し、そう、竜型の最終2隻や体現位型のようにリチウムイオン蓄電池を採用することで、非待機依存推進を非搭載とする構成も、韓国をはじめ世界的にも認められ普及しつつあるようにも感じられる。ことに、自国では、潜水艦の建造地すべを有していない多くの小国において、通常動力型潜水艦に非待機依存推進を求める声は多かったように思えたが、ここ数年で、その傾向は薄まり、リチウムイオン蓄電池を潜水艦に搭載することの信頼性は確立された感もある。さて、そんな通常動力型潜水艦の新しいトレンドを世界に先駆けて示したとも言えそうな、そう、竜型の最終の2隻や、体現位型であるが、後者は、こうしたリチウムイオン蓄電池を搭載する機関構成以外にも、大きな変更点を抱えている。その一つが、潜望鏡の変化であり、前級である、そう、竜型までは、潜水艦の搭乗時から使用されてきた光学形式のものと、電子式のものを各一本ずつ装備していたのだが、体現位型からは、これが後者のみに一元化されている。光学式の潜望鏡は、潜水艦内の指揮所から上部に向かって、セイルの中を伝って船外に伸ばす方式であり、従って、かつての戦争映画等でも、おなじみのシーン、つまり、大きな筒状のそれを海面に出し、指揮官が覗き込むことで、水上の敵を視認する仕組みである。これは、構造的、物理的に、潜水艦の艦内から、セイルを通して、一本の大きな筒が置かれているために、貫通式と呼称されているが、電子式の潜望鏡は、こうした作りではないために、非貫通式と呼称されており、大きく使用感が異なっている。電子式の潜望鏡は、先端に取り付けられたデジタルカメラで得られた画像を、
配線を通してモニター画面に表示する仕組みであるため、従来の光学式で貫通式の潜望鏡に比べ、当然、艦内のスペースや設計に制約が少なくなる。こうした特性は、今や、軍事分野でも多数採用されており、陸上の戦闘車両等でも、従来まで、破目視で、車内から敵の視認を行っていたが、これを電子式に変更するで、ことの陸務員は、モニターでそれを行い、車両自体の防弾性能の向上にも寄与している。潜水艦でも効率のみを考えれば、圧倒的に、電子式の非貫通式のものが有効に思えるかもしれないが、そう、竜型までは、光学式で、貫通式の潜望鏡と併用が行われており、潜水艦の最重要な構成要素ゆえに、信頼性の担保にも比重が置かれていたと言える。これが、大ゲイ型では、電子式の非貫通式のもの2つに完全に置き換えられたということは、そう、竜型までの運用実績を踏まえて満を持して変更に踏み切ったものと思われ、今後は後戻りする可能性はないだろう。